さ。くそ。あ、ドロロ、おめえ背中が。背中を火に当てろ。やめろ。いた、うん、見るな、見るな、見るな。こういう仕掛けだったのか、ドロロ。行くぞ、てめえら。戻ってこい、たち。それはお父ちゃんの大事なお金なんだ。なんだ。ジロマル、ジロマル、サブローマル。無情岬の巻。お頭、本当にその地図合ってるんですか？あれだ。お前たちさえいれば他には何もいらない。お前たちは何も恐れない。何にも縛られない。強くて美しい。それに比べて本当につまらない人間なんて。おっかちゃん、お前たちはさ。お前たちの前じゃ人間なんざただの餌だ。思い知らせてやれ。壊れかけ、お前の敵じゃねえや。醜い人間なんざぶっ壊してやれ。白丸！
兄貴。兄貴ってば、なんだよいきなり。迎えに来た。ならもっと早く来てくれよ。オイル一人ですっごく大変だったんだからな。兄貴。あいつ足を持ってたんだ。そんなにしてまで次郎丸まで殺してわざわざ人間の体なんか何になるってんだよ。でも取り戻したよ。兄貴、こうしちゃいられないんだ。イタチたちが。場所はこの辺で違いなさそうだが、こいつは。おかしら、こっから中に入れそうですぜ。これで俺らも長者だぜ。都で派手に遊ぶってのもいいよな。おい、ちょっと待て。なんだこりゃ。奥に何かあるぜ。お宝にちげねえ。よっしゃ。そういうことかよ。やっぱただのズタ袋じゃなかったな、あんた。お頭。育児のねえ奴はとっとと帰れ。宝を手に入れるか、罠にかかって落ちぬか、二つに一つだ。なんだありゃ。兄貴、あれって。百鬼丸の乗ってきたとおぼしき船を見つけました。他にも多数入り込んでいる者がいるようです。おそらく野党の類かと。構わん。民の安寧を脅かす者ども一人たりとも生きて返すな。全軍進め。あれは醍醐の侍か。なんだってこんなとこまで。まさかあいつら俺のお宝を横取りする気じゃねえよな。おい、いつからてめえ一人のもんになったんだ。やっ、うわ。一匹たりとも逃がすなとのご命令だ。撃て。どうなってんすかおかしら。お宝は目の前だってのに。浜辺は侍でいっぱいだ。いっぺんどっかに隠れてやり過ごそう。いたぞ。次郎丸、三郎丸、俺たちはどこまでだって一緒だ。もうちょっとだけ待っててくれ。たんまり土産持ってくからよ。こっちはいない。じゃあこっちだ。おめえもしぶとさだけは一丁前だな。安心しな、お父ちゃんのお宝はまだあの山ん中だぜ。あっちこっち罠が仕掛けてあってな、下手にいじるとたちまちどがんだ。時がありゃ取り除いてやれるんだが。言ってる場合かよ。
宝なんてどうでもいいから逃げねえと。侍どもに見つけられたら終わりだ。俺の金をくだらねえ戦なんざに使われてたまるか。ドカン、こっちもドカン。兄貴何言ってんの。いや、うまくいくかもしれねえぜ、ドロロ。え？この辺りに隠れているはずだ。徹底的に探せ。助けて、やつら火薬を持っていて。別動隊の連中も呼び戻せ。急ぐぞ。おとりとバレたらすぐに戻ってくる。今のうちに浜へ出るぞ。我が第五の国にあだなす鬼神百鬼丸。兄貴、大宝丸、鬼神に組みする者ともどもここで成敗する。なぜ全滅だ。一旦引け。兄貴、兵庫、違う、この前とはなぜ。若は大吾の国の後継、民の命と国の行く末、そのすべてを背負っておられる。覚悟が違うのだ。なぜ俺を殺す。貴様が生きているだけで大吾の国は厄災に見舞われ続ける。貴様は我ら大吾の敵だ。地図にあった。こいつも罠かもしれねえが、呼んでから5番目に何か手がかりが。イタチ、もう諦めなよ。これがあれば俺たちはもっとマシなところに行けるんだ。イタチ、ここで終わらせる。打ち果たす。貴様も、貴様に組みする者も全て。敵？
前たちは俺のやらせない。その左腕の刀もへし折ってやる。百鬼丸、イタチしっかり。ドロロ頼む、俺に一度だけ金を拝ませてくれ。お前たちみんな次郎丸と三郎丸のとこへ行け。兵庫イタチ家でお父ちゃんと会っても今度は喧嘩しないでおくれよ。お前さんの背中のそれは人を動かし世を変えるでかい力の源になる。オイラにはこいつの使い方が分かんないからさ、今はまだ。お父ちゃん、おっかちゃん、もうちょっとだけ待ってておくんな。ちょっと待って、これはその別勘定だから、当座の軍資金ってやつだからな。あ、待ってよ兄貴。